中島俊文は、広島県高田郡吉田町の元騎手、元長教師である。ジップ、中島時一も、元騎手、中島刑事は実刑。父、時一は、戦前の騎手、長教師で、頻馬の久友で1937年の東京優勝を、レコードタイムで制覇している。父母の疎開先の広島で生まれ、時一のダービー優勝時には、 刑事と年文はまだ生まれていなかった。1968年に京都上田武岳9社の騎手候補生となり、1969年3月にデビュー。同期には田村正光、上野清志章、菅井志郎、楠野木隆内田国夫、西浦勝一がいる。同1日の京都第5競争障害5歳以上、未勝利、フェアダッシュで初騎乗を果たすが、落馬で、 競争中止という、ほろ苦いデビューとなった。30日の阪神第二競争4歳未勝利、3大梅栄で初勝利を挙げ、2着に西浦が騎乗するアラム社が入って、新人のワンツーとなった。1年目の同年から2桁勝利の11勝を挙げ、1980年まで12年連続でマーク。三年目の百七十一年からは、平地の騎乗に洗練し、 1979年には、日経新春杯、鈴鹿新風で重賞初制覇。同年は、立党、上田道を旧社に一度移籍した後、美保、藤本進九社移籍。パークボーイで、声優記念とアラブ王冠も制するなど重賞3章を上げ、自己最多の25章をマーク。1984年には引退まで全て、尋ねを取ったハッピーオールトンで格上挑戦の、 クイーンステークスを制すが、エリザベス上杯では、クラズレにより競争を中止する。1985年には、中央時代すべて手綱を取った、チェリーフットでウィンターステークスを制すが、それまでの追い込みから一変して、先行逃げ粘りで勝利。1986年には、フェブラリーエイチでは、初のアモイの2着に入り、帝王賞にも参戦。 1990年12月1日の中山第7、競争3歳新馬で後に自身が管理するモンタミールで最後の勝利を飾り、同16日の中山第1競争アラブ3歳、オープンアブクマホマレが最後の起場となった。1991年引退。引退後は、同年3月から旧社を開業し、7月に初出走。 1999年にハイフレンドコードが阪神頻馬特別を制し、唯一の重賞勝利を記録。2011年10月20日付で調教師を優待した。通算成績は中央3294,150勝、地方2 0 1 0 1 2勝。ありがとうございます。